クロノ城の発掘についてお話しいたします。クロノ城の本丸をですね、上空から撮影した写真になります。岐阜城、金華山岐阜城やその手前にですね、鷺山が写っております。この写真は真上から撮影した写真になります。クロノ城本丸は、写真の通りですね、四角い形をしておりまして、周りを水堀で囲まれ、その内側を、緑の樹木で覆われている場所ですが、土塁が巡っているという形になります。平成25年度からですね、28年度まで、4カ年かけまして、この黄色の、今出てきた黄色の丸印の部分をですね、発掘調査を行いました。上が北になります。本丸の、この南西の部分が、外側へ、少しこう張り出しているということがお分かりいただけるかと思います。これが、本丸への、出入り口の部分にあたります。本日は、この出入り口部分の発掘調査成果につきまして、私の、独自の解釈も加えてご報告いたします。この赤い、四角で囲んだ範囲がですね、出入り口部の、発掘地区になります。平成26年度の発掘では、石垣の後ろにあります裏込出来というものと、そのさらに後ろにある南北の土塁、の一部が見つかりました。平成27年度、28年度の、発掘調査では、東西方向の土塁の一部が見つかり、その北からですね、集積遺構とされているものが、見つかりました。私はこの集積遺構と、報告されているものは、裏込出来の下に掘られた、溝、礫を詰めた溝であるというふうに考えています。現在は壊されて残っておりませんが、この集積遺構の北側にですね、かつて石垣が築かれていたことになります。私の考えも、加えまして、未発掘の部分を推定すると、土塁でこう囲まれて、裏込の出来があって、ここも裏込のかつてがあって、その前にこう石垣がずっと覆っていると、こんな風ですね。さらに、出入り口部分の、全体の地形をですね、鳥瞰図のように復元すると、赤い四角で囲んだ範囲がですね、ここと一緒ですけど、発掘した場所になります。周囲を水堀が巡り、土塁で、囲まれていると。このようなですね、複雑な形状の出入り口をですね、マス型小口というふうに言います。本丸に入るためには、今表示しましたように1回、2回と2度、屈折を繰り返さなければならず、大変、防御に優れた出入り口であるということが、お分かりいただけるかと思います。平成26年度の発掘で見つかった石垣裏込出来土塁の作り方を模式図化したものになります。自然の土、この丸1で書いた自然の土を、基礎にしまして、まず自然の土を基礎にして、こう盛り土を施し、丸1の盛り土を施しまして、その上にですね、石垣裏込出来土塁と、こういうふうなものを築いていきます。で、普通の石、お城の石垣というのはこれで終わりなんですけれども、黒野城の場合はですね、ちょっと特徴がありまして、この石垣の前の部分にも、土を入れていると、こういう、これ黒野城の特徴なんですけども、ことが指摘できます。で、さて、で、私はですね、平成27、28年度の発掘で見つかった集積遺構というのは、この下に、作られた、石を詰めた溝だと考えてますので、こんな感じですね。こういうものがあったと。で、ここ水が流れてきて、ここに溜めて、ここ溝ですので、この溝を通って、本丸の周りを回っているお堀へ、水堀へ排水されていたのだろうというふうに考えています。では、発掘の様子を写真で見ていきたいと思います。で、ここが裏込の礫層ですね。で、こちらが南北土塁の土層になると、こんな状況でございます。それから、これは平成28年度の発掘地区を、東から西、城外へ向かって撮影した写真になります。で、ここがですね、平成26年度、先ほどの写真でいただいたところの続きの裏込礫層になります。で、ここがですね、集積遺構というふうに報告されている場所なんですが、この集積遺構を私は、裏込礫の下にあった、排水用の溝だというふうに考えております。
で、そうするとですね、石垣はこの黄色の破線の部分を、まあ、一番前の表面というふうにして、ここに石垣が築かれていたというふうに、考えております。入り口部分のですね、発掘で、出土した瓦です。ここに、かつてあった門と考えられる建物の屋根に用いられたものが捨てられたのだろうと考えられます。これ平瓦という瓦と丸瓦という瓦以外にですね、ここに菊丸瓦という、特殊な瓦が出てるんですけど、これは屋根の胸の部分ですねにだけ用いる、まあ、特殊な瓦が出ておると。黄色での丸で囲んだところを注目していただくと、まあ、これ菊丸っていう瓦なんですけども、これとそっくりですね、こういうものが映っているので、まあ、もしかすると久留之城の門の、胸もこんな風に使われ、吹かれていたのかもしれないなということで、まあ、参考に、写真を載せました。以上、久留之城の発掘成果をまとめます。石垣、土塁、集積遺構などが見つかり、まあ、これらを総合して考えることで、ここにですね、増形小口という形の本丸への出入り口が存在するということが確認されました。この増形小口の形は絵図とも一致しております。また、瓦が見つかりましたが、平瓦、丸瓦に加えて、菊丸瓦という棟専用の瓦が見つかっております。一方、軒先を飾る瓦などが見つかっていないことから見て、屋根すべてを瓦で拭いていたかどうかは検討を要します。私は、胸にだけ瓦を用いた形式の門が建てられていたのだろうと、推定しています。では、いよいよ最後の話題。まず犬山城牢城とは何か、簡単にご説明いたします。西軍石田三成方と、東軍と、徳川家康方との、戦いが不可避となった時に、西軍方の武将たちが牢城して、東軍に備えておりました。しかし、彼らは東軍と戦うことはせず、岐阜城の戦いの後、東軍に降伏して城を明け渡します。そして、戦闘に参加せずに、犬山城を開城させたことには、加藤貞康が大きな役割を果たしたと指摘されております。なぜじゃあ犬山城に、西軍は籠城したかというと、この理由につきましては2つの見解が示されております。1つはですね、西軍が、シミュレーションですけれども、尾張へ侵攻することを、まあ、想定したものでして、その場合、犬山城が尾張へ攻める場合の軍事拠点であると、まあ、橋頭保としたのだということが、推定されております。でもう一つは、東軍が、逆に攻め込まれて東軍が岐阜城を攻撃した場合に、西軍がそれを防衛するための拠点にしたんだろうという、推定です。実際にはですね、おそらく、両方の、場合を、想定して犬山城牢城というものが行われたんだと思います。では、こうしたことを前提に、実際の経過を見ていきます。7月26日に美濃国の武将たちの中心人物であります岐阜城主織田秀信が西軍に味方するということを明らかにいたします。このことによりまして、美濃国内の多くの武将が西軍に方についたと指摘されております。でその中には、久留之城主の加藤貞康もおりました。そしてですね、8月9日頃に犬山城の籠城が始まったんだろうというふうに推定されておりまして、そしてですね、8月23日、岐阜市にとっては運命の日なんですけども、岐阜城が、東軍の猛攻を受けて1日で落城してしまいます。この時ですね、じゃあ、シミュレーションの2番目ですね、犬山城に籠城した人たちは、西軍の武将たちは助けに行ったのかというと、それは動かなかったと。岐阜城救援に向かっていないという事実がございます。そして、9月3日までに、犬山城は、東軍に降伏して、明け渡されるという、状況になります。この9月3日付でですね、加藤貞康、竹中重門宛てに、家康からですね、忠節を尽くしていることを、嬉しく思うという内容のですね、手紙が出されております。ここでですね、じゃあこの研究者によります、犬山城牢城における加藤貞康の評価についてご紹介いたします。まずこの谷口久志さんはですね、加藤貞康は人質を、東軍家康に差し出している8月3日というふうに書いてますが、頻繁に、東軍と手紙のやり取りを行っていることから、一貫して東軍に味方していた、東軍加担者であったというふうに指摘しております。またですね、白峰淳さんや、この研究会さん
が、定安がですね、犬山城を、東軍に明け渡した、戦わずして明け渡した会場の主役であるというふうに、ご指摘されております。さらに、谷口久志氏は、竹中重門などですね、牢城に参加した他の武将たちは加藤定安を通して、東軍に参加することを許されたんだというふうに指摘しています。まあ、このようにですね、加藤定安が犬山城の無血開城を実現する上で、まあ、非常に大きな役割を果たしたということが、すでに明らかにされております。これは各務原市の伊木山というところから見た犬山城の原型でございます。左を木曽川が流れております。木曽川は物流の大動脈であるとともに、尾張美濃の国境でもありました。左側ですね、対岸は、鵜沼という、ところでございまして、川港があり物資流通の、拠点でございました。この矢印は鵜沼城跡です。今黄色の破線でお示ししましたのが、東山道の推定ルートですね。このようにですね、犬山城というのは、水陸 流通の、要衝を抑える、場所にありました。犬山城から今度は岐阜城を見た写真なんですけど、生山というのはここでして、戦国時代のですね、生山城というお城がございました。岐阜城はここちょっと遠いですね、ここにあります。正確なルートは、わからないんですが、犬山、鵜沼からですね、岐阜城方面は東山道が伸びていたということが分かっております。戦国時代の幹線道の一つだったというふうに考えられます。ここでですね、犬山城、牢城と関係する可能性のある資料をご紹介いたします。岐阜城の戦いの当日、翌8月23日はですね、ここに書きましたように、美濃国銃で一揆が起きたので、犬山の城、岐阜の城、八幡の城の往来ができなくなり、在地で戦ったというようなことが書かれております。もう八幡の城といえばですね、城八幡城だろうともう頭から思い込んでしまいましてですね、美濃の国のあちこちで、一揆が起きて、機能不全に陥っていたんだというようなことが書かれているのかというふうに、思っておりました。ところがですね、長谷さんによりますと、この八幡の城というのは郡上八幡城じゃなくて、各務原市内にある八幡山城の可能性があるんじゃないかというふうに考えておられます。でそうしますとですね、この各務原市の八幡山城というのは犬山城と岐阜城を直線で結ぶほぼ中間地点にあるんです。長谷さんの解釈によりますと、先ほどの文書はですね、国中一揆により犬山城、八幡城、岐阜城を結ぶ往来が不通になったと、通れなくなったと読むことができるんじゃないかということになります。なおですね、長谷さんによりますと、各務原市にある八幡山城のすぐ南の一帯を支配しておりました土豪、安住氏など、地元の人々はですね、東軍に味方していたということがですね、文献から推定できるということでございます。なおですね、通行不能になってしまったということが、まあ、決定打となってですね、岐阜城の戦いの時に、救援ができなかったということがあるんではないかなということを思いました。結果的にですね、岐阜城は援軍が来ずにわずかの間で落城してしまったんじゃないでしょうか。犬山城と岐阜城はですね、こんな位置関係になりまして、2つの城の間にこの東山道ですね、東山道が通っていた。岐阜城の戦いの当日の記録に出てくる八幡山城というのは大体この辺りの場所になります。東軍が岐阜城を攻撃した当日、東山道を使った往来ができなくなり、犬山城、牢城衆は岐阜城救援が不可能になったのではないかと考えられます。この東山道ルートが行かずする、まあ、地元の人々に制圧されていたと、仮に考えますとですね、岐阜城が東側から攻撃するということが可能になります。これはですね、私が、同時代および同時代初期の資料に基づきまして、岐阜城攻略ルートを推定した時に作った図になります。通説で言われているのは、福島正則隊って言われてますけど、七曲り口をこう通って、本丸へ攻めていったルートや、瑞龍寺山ってここなんですけど、瑞龍寺山への攻撃ルートでがありまして、それ以外にですね、私が、同時代に近い資料で考えましたのが、京極高友隊というのが、東側ですね、この赤線で示した、
ルート、ここが東山道の推定ルートですね。東山道を通って、脱木口という日野という場所を通って脱木口から、岐阜城へ攻めていくという、ルートを通っていくと。京国がなんで、東側の、この脱木口から攻めることができたんだっていうのは謎でして、八幡山城が各務原市にあって、東山道ルートが、東軍方によって野に味方に抑えられているとすると攻めることができたんですね。そういう条件が整ったということは言えるかなと、大変私の考えにもですね、都合がいいお話だったということでございます。で、以上ですね、犬山城、籠城をまとめますと、籠城理由はですね、さっき最初に申し上げたように、まあ、西軍がですね、仮に尾張に攻めていく場合の橋頭保という役割とともに、岐阜城が攻撃を受けた場合、その防衛に救援に行くという大事な役割があったと、いうことが、推定されております。そしてですね、加藤貞康は、籠城を通じてですね、一貫して、東軍の味方、東軍加担者でありまして、犬山城海城の主役であったというふうに、評価されております。このような従来の研究に加えてですね、長谷さんの研究によりまして、地元住民の反乱一揆によって、犬山城と岐阜城を結ぶ東山道が、不通となってしまったことから、東軍の岐阜城攻めに際して、援軍に、東軍、犬山城籠城州は援軍に行くことが できず、まあ、岐阜城はあえなく落城してしまったことになろうかと思います。岐阜城落城の影の主役はですね、加藤貞康じゃないかと私は思ってまいりまして、大変複雑な気持ちでおりますが、岐阜城落城以降の貞康の動向ですけれども、この貞康、家康のルートをですね、地図上でお示しいたします。貞康はですね、犬山城開城後の9月4日以降に本殿城に、まあ、城跡があったんだと思いますけど、に陣を張り周辺の警護に努めます。一方、家康は9月13日に、岐阜に入ります。で、翌9月14日、家康は東山道ルートで、貞康が作った、船橋を渡り、赤坂に着陣いたします。同日、貞康は、赤坂にて家康に拝謁いたします。そして翌日9月15日、関ヶ原の合戦に臨んでおります。で、この図をですね、作ってみての、まあ、感想なんですけれども、加藤貞康の役割というのはですね、東山道沿いのですね、方々軍に、まあ、領地を持っているという、彼の、地の利を生かしまして、まずですね、本殿城という、これ西軍と向き合う最前線になるんですけども、そこの防衛に努めたということが指摘できるかと思います。さらに家康が岐阜に入った後は、貞康の領地付近をですね、通って、家康本体が赤坂まで、向かっているということから見ましてですね、家康進軍ルートの、安全を確保するという任務が与えられていたように思われます。やっぱり家康が、加藤貞康を深く信頼しているからこそ、このようなルートを選んだんだということも言えるかと思います。これはですね、貞康らがですね、関ヶ原合戦で陣を構えた、岡山の野呂柴から関ヶ原古戦場を見下ろした写真になります。で、今赤矢印で示したこの山ですね、遠くに見える、これは小早川秀明の松尾山城の場所になります。で、右の写真ですけれども、この松尾山城から、岡山の野呂柴を見た写真です。岡山野呂柴のすぐ南の道路なんですけど、加藤貞康って電信柱にかかってて、黒野城と加藤貞康研究会って書いてあるので、大変びっくりしたんですけれども、真実の歴史が刻まれているということはよく分かりましたので、ご紹介させていただきます。上に登りますとですね、これ岡山の野呂柴を撮影した写真ですけども、この黄色い丸印の部分なんですけども、なんとここにもですね、黒野城さん、加藤左衛門の城を貞康と、書かれてまして、もう貞康がここで、着陣したことは間違いないとこれを見て他のことを私は言いようがないというか、全くその通りだと、思います。以上、今日4つの話題について、お話を、してまいりました。加藤貞康、黒野城をきちんと見ていかなければ岐阜市の正しい歴史は語れないということを、強く感じます。以上で私の話を終わります。